栃木運輸支局は、国土交通省の45都道府県にある運輸支局の一つ、関東運輸局管内、栃木運輸支局管内に自動車検査登録事務所を有する。開示関係は栃木運輸支局で扱うが、船舶登録関係の業務は扱わない。佐野自動車検査登録事務所現在交付されているナンバープレートは下記の通りである。 もともと、栃木運輸支局においては、栃木県全域において、栃木ナンバーを交付していたが、栃木県内での自動車登録台数が増加したこともあり、ナンバープレートの逼迫対策もあって、1999年に栃木県南部の佐野市に自動車検査登録事務所を設け、別のナンバープレートを交付することとした。しかし、県南部に栃木市が存在するために、 栃木運輸支局管内で栃木ナンバーを使用し続けると混乱が生じる恐れがあったことから栃木運輸支局で交付するナンバープレートを支局の存在する宇都宮市から宇都宮ナンバーに変更しさらに佐野自動車検査登録事務所管内は佐野ナンバーとせずひらがなの栃木ナンバーとしたなおダンプカーの表示番号の頭は土地ではなく佐野であるこのように 運輸支局で交付するナンバープレートを変更した事例は埼玉運輸支局及び茨城運輸支局があるが、いずれも検査対象系自動車の登録名のみの変更であり、普通登録自動車を含めた大規模な変更を行った事例は他にない。ありがとうございます。